よっしょっと、ええ、あとクーラーボックスもか。おお、ああ久しぶり、びっくりした。いきなり声かけるんだもん。何年ぶり？高校卒業してすぐ家出ちゃったんだよね。ってことは、もうそんなに経ってるんだね。一瞬誰かと思った。俺変わってない？少しは大人になってると思うんだけどな。俺だってもう社会人なわけだし。おお、そっか、連休でこっちに戻ってきてたんだ。しばらくこっちにいるの？結構すぐ帰っちゃうんだね。でも俺これからキャンプに行くんだよ。せっかくだからゆっくり話したかったけど。うん、一人で行く予定。残念でした。成長したって言っても彼女なんてできてないし。寂しいとか言わないでくれる？それにね、一人キャンプ結構楽しいんだって。大人数で行くと準備も後片付けもめんどくさいしさ、一人の方が気兼ねなく楽しめるし。俺だいたいその辺の河原でキャンプしてるんだ。魚とかそこで釣って焼いて食べたり。はあ？一緒に行きたいって連れて行けないよ、テント狭いし。それにさ、せっかく久しぶりにこっちに戻ってきたのに、俺とキャンプ行ったらおじさんもおばさんも寂しがるでしょ。顔合わすたびに俺に言うもん、都会で働きだしたら全然こっち戻ってこないって。まあ忙しいのもわかるんだけどさ、なんか都会で働く人ってすっごく忙しいイメージあるし。ほらこの辺の会社って残業とか全然ないけど、そうじゃないでしょ。やっぱり。え、そんな時間まで仕事してるわけ？ありえない。普通にその時間なら俺家にいるけど。それはまあ残業とかもたまにはあるけど、そんな多くないし。すごいね。で、地元で体を休めようと思ったわけか。ならゆっくり体休めてください、お姉さん。明日には帰ってくるから、その時また話そう。で、まだ引き下がらないんだ。わかったわかった、俺の負け。ほんと強引なとこって昔のまんまだよね。でもさ、それならちゃんとしたキャンプ場行こう。今ならシーズンオフだからそんなに混んでないだろうし。だって本格的なキャンプとかしたことないでしょ。なら設備ある方が絶対いいって。じゃあおじさんたちにちゃんと行ってきて。俺キャンプ場に連絡しておくから。